こんにちは今回ご紹介するのはこちらの「ディープ・デモクラシー」「葛藤解決への実践的ステップ」という一冊になります。こちらはまあこのタイトルにあるこのデモクラシーというのは一つのポイントなんですがデモクラシーというのは民主主義ということです。でこのディープというのがついているのがやはり非常に、えー、味噌になっておりましてこの一言で言ってしまうとコミュニティを作るための方法ということになります。でどういうことかというと対立する、えー、グループや人がが、えー お互いの腹を割って、お互いの思うことを相手に伝えてその上で両方の意見をきちっと踏まえた結論を出すというもののための、まあ、それが民主主義だと思うんですが多数決とかというのではなくきちんととと全員の意見を踏ままえるいいうことがポイントかなと思いますで。そのためにこのディープなんですがディープとはどういうことかというと、えー、全員が感じているその感情的なもの を、えー、逃さなないっていとうことなんですね、えー、例えばその表面的に言っている意見だけを取り入れるのではなく本当にその人が心の裏で心の底で感じている、えー、感情的なものもきちっと踏まえてそこをすくい上げた上で、えー、合意に基づくというようなこの手法が書かれていまして、えー、非常に使える方法だと思いますのでご興味のある方は読んでみるといいのではないかと思います、まあ、ちょっと難ししめかもしれません以上です。